モリナ主義、モリナ主義あるいはモリニズム、モリニズム、モーリンザムとは、スペインのイエズス会士、ルイス・デモリナによる温調と自由意志を認める考え方のことである。ルイス・デモリナは、アウグス・チノスの運命論的予定説と見られるものを、自由意志との相互関連で説明しようとした。ドミニコ会と論争になり、ドミニコ会は、神の恩恵が人間の意志の内面から効果を発し、 物理的先定めによって動かすと主張し、イエズス会は人間自身が自発的に協力するという主張と対立した。イエズス会イ史であったモリナの著書、自由意志と恩恵のたまものの蝶は1588年初版、が批判を浴びたためローマにおいて審議会を設け、ローマ教皇はモリナ説を最初は支持しなかったが、教皇クレメンス八世の時代には、 上記のモリナの著作は建積も排斥もされなかった。1597から1607年教皇、パウルス五世は120回以上の討論を聞いた後、セフランシスコサレジオの意見を聞き、ローマ皇が論争の停止を命じた。1607年9月5日また完全な論争の沈黙を守るように命じた。同教皇は1611年12月1日の賢者少将の協力を持って、 生徒マスの注釈であっても、宗教裁判所の許可なしにバンすることを禁じた。教皇ウルバヌス八世は、宗教裁判所の認可なくしては、論ずることを禁じた。賢者少将。教領百二十五年五月二十二日と六百四十一年八月一日、教皇パウルス五世は、イスパニア王の施設への君、六百十一年七月二十六日の原稿の中で、 論争を禁じた理由を次のように書いている。トリエント公会議において、森ナ主義、説は積極的には支持されなかったが批判を禁じ、異端とされることはなかった。会議の中で人間には温調に協力する人間の自発的選択的自由意志のもとも認められていると確認されている。カトリックはこの確認を支持しており、カトリック思想史の B218 において、 人間の側は全くは受動的でないと言われている。一方同会議において、ジャンセニスム及びカルビニズムの二重予定説、自由意志の否定、つまり二重決定論で定義されている二重に、天へ行くか地獄へ落ちるかの一時の予定の決定のことは異端とされた。人は根本的に善なる存在であり、 そもそも音調を必要としないと主張している、ペラギウス派、反、ペラギウス派についても、異端とされている。上記の歴史、位置づけは、デンツィンガー資料集からの言葉を変えた、出典、下記のトリエント公会議の説明と出典のところは、新カトリック大辞典第4巻、予定の項からのカイツマンダ出典。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。